はい、くびれ美人代表の畑です。今日はですね、肩こり解消のストレッチをご紹介したいと思います。お風呂上がり、運動後におすすめですので、ぜひやってみてくださいね。うつん這いになりましょう。片方の手を親指を上にして前に差し出します。ここから背中の筋肉、脇腹の筋肉を感じながら、ゆっくりとお尻を後ろへ引いていきます。なるべく腰が丸まらないように背筋を伸ばしたまま下げていきます。で、この肩ですね、肩がこうすくまないように下げるような意識を持ったままで後ろへ下げていきます。ここでまずは20秒キープしていきましょう。しっかり背中周り伸ばしましたら、今度はこのままですね、伸ばした側の腕の方へ体をぐーっと傾けていきます。傾けていくことで、ここの脇腹がより伸びていきます。このストレッチも約20秒伸ばしてください。左右両方も良くなって、硬い側をもう1セット追加してみてください。背筋がピーンと伸びて、この後に胸のトレーニングがしてもすごくおすすめです。ぜひやってみてくださいね。今日は肩こり解消のストレッチでした。またご紹介いたします。それでは